あら、どうしたの？お姉ちゃんを待ってたの？よしよし。今晩ご飯作ってあげるからね。何食べたい？チャーハン？いいよ、任せて。美味しいのを作ってあげるからね。楽しみにしてるんだよ。はーい、できた。カニチャーハン。君の大好物のカニを入れておいたよ。どうぞ召し上がれ。うまい？そっか。あ、もう食べ終わったの？もちろん。おかわりはあるから、どんどん食べなさい。成長期の男の子は、栄養満点の食事が欠かせないからね。私は食べないのかって？ああ、さっき友達と食べてきたんだ。だから大丈夫。もりもり食べて、大きくなるんだよ。さて、明日も朝早く起きなきゃいけないし、お姉ちゃんは先に寝るとするか。食器は明日私が洗うから、水につけておくだけでいいよ。ああ、うん、おやすみなさい。おーい、朝だぞー。朝ごはんの時間になったよ。お姉ちゃんが作ったスクランブルエッグが待ってるけど、食べたくないの？とっても美味しいから、食べないと損するぞ。やっと来たか。君が食べ物につられて起きるのは、これで何度目なんだろうね。本当にしょうがない子だ。ん？どうした？お姉ちゃんが近くにいるからドキドキしてるのか？いけない子だ。まあまあ、とりあえず朝ごはんを食べようね。ほら、一階に行こう。ご飯食べ終わったら学校に行く準備するように。前日に済ませた？なんと、珍しいこともあるんだな。そっか。じゃあ、登校までに少し時間ができるか。ん？何その目は。餌を欲しがる犬のようだよ。わかったわかった。要望を聞こうかな。耳かき？こんな朝から？私は別に構わないけど、登校前なんだから、途中で寝るんじゃないよ。わかったらほら、ここに座ってるから、私の膝に頭を乗せなさい。そうそう。いい子だね。右耳からやっていこうね。気持ちよかったら我慢しなくていいんだよ。お姉ちゃんにうーんと甘えていいからね。じゃあ耳かきを始めよう。コリコリ。よいしょと。カリカリ。うん、ちょっと。うん、油っぽいのがどんどん取れてる。というか、耳垢多すぎ。普段からちゃんと耳掃除しないとダメだよ。もう少しやってみようか。よいしょっと。
チョリ。ちょっと。カリカリと。ちょっと。気持ちいいか？本当に？ありがとう。そう言ってもらえると、私も頑張りたくなる。それじゃあ続けよう。コリコリ。うん、しょった。耳の中をきれいにされるのは気持ちいいだろう。幸せそうな表情が私好みだ。もっと続けるね。コリコリ。さて、右耳はこの辺で終わりだな。仕上げに耳封してあげる。どうだ？気持ちよかった？これから反対側を気持ちよくしていくから、今度は私の方を向いてくれるかな。そうだ、180度向きを変えて。さて、左耳はどんな感じかな。どれどれ。君の耳、あのさ、これ全部耳垢なのか？いっぱい詰まりすぎてるよ。やれやれ。どんどん取ってくよ。ちょりちょり。ちょっと。コリコリと。よいしょ。たくさん溢れ出てくるね。君の耳、
本当に掃除のしがいがある。大丈夫。学校に行く時間までにはまだ余裕がある。まったりしていいからね。奥までゆっくり入れるよ。左耳ももう少しで終わりだから、あともうちょっとの我慢だよ。綺麗になった。細かいのだけ少し耳元に残ってる。さっきみたいにふーって吹いてあげよう。どうだった？満足できた？そうか。また機会があったら耳かきしてあげるからね。なあ、もう夜も遅いけど、お互いテスト勉強で疲れてるでしょ？行き詰まってる中で勉強しても効率悪いし、少し気分転換に外の空気でも吸ってこない？そう。例えば、そこの道路沿いの公園とか、すぐ近くだし、ちょっと歩き回ったら帰ってくればいいし。そうか。じゃあ出かけようか。季節の変わり目を過ぎて、だんだん寒くなってきたな。君、そんな服装で大丈夫か？強がるのもいいけど、風邪ひいたら困るから、もう少し服装に気をつけなさい。君は最近学校はどうなの？それなりにうまくいってるんだ。中学か。懐かしい響きだ。私もあの頃に戻りたいと思うことがたびたびあるが、でも今は高校生。前を向いて頑張らないとな。この通りは本当に夜中でも交通量が多いね。この辺には住みたくはないな。確かに駅から近いし便利ではあるけど、私は静かなところの方が好き。
なんだかんだ言ってる間に公園に着いちゃったね。やっぱり緑に包まれた場所は空気が美味しいな。君もそう思うでしょ？虫の鳴き声も落ち着いていてリラックスできる。夏はちょっとセミがうるさかったけど、これぐらいがちょうどいい。公園にカップル？いや、この公園にはいないんじゃないかな。なんでって、茂みが少ないからとでも言っておこうか。ん？君もしかしてエッチなこと考えてるの？夜の公園にカップルとか、中学生らしい変態な発想。でも見て、あたりを見回しても誰一人いない。いるのは私たちだけ。これが現実。何も期待しないことね。少し歩き疲れたし、とりあえずそこのベンチに座ろうか。なんかムズムズしているようね。どうしたの？もしかして私と恋人ごっこでもしたいの？電灯が結構眩しいな。逆に言えば君の顔がよく見えるということか。ん？何それ？何か持ってきたの？え？なんで綿棒なんて持ってきたの？常識的に考えておかしいでしょ。散歩しに来ているのに綿棒持ち歩くってどういう神経してるんだか。そんなに耳かきがしてほしいの？まあ誰も見てないし別に構わないけど、そこまでして耳かきにかける信念には参ったよ。仕方ないな。確かに電灯の光が十分あるから耳の穴の中も見えそう。それじゃあ耳かきを始めるから私の膝に頭を乗せなさい。こんな時間に公園のベンチで弟を膝枕して耳かきするなんて本当理解できない。でもまあたまにはこういう馬鹿げたことも楽しまなくちゃ、人生やっていけないのかもね。さてと、まずは右耳から掃除するよ。向こう側向いてもらえるかな？そうそう、右耳が私によく見えるようにするの。では始めていこうね。綿棒で耳の穴の中ぐるぐるしていくよ。どうしたの？変な声が聞こえるよ。もしかしてゾクゾクしてるの？いけない子ね。まだまだ続くよ。
処理だ。よいしょだ。カリカリだ。もうすぐで一段落するからね。じっとしてるんだよ。これで右耳はきれいになった。細かい汚れは風で取り除こうね。気持ちよかった？耳弱いんだね。さて、次は左耳だよ。今度はお姉ちゃんの方を向いて。どれどれ。こっちの耳も汚れてるのかな。おーおー、すごい汚れよ。じっくりときれいにしていくね。大丈夫かな？痛かったら遠慮なく言うんだよ。かなり取れてきたね。これだけ取れると耳もよく聞こえるんだろうな。
て。あともうちょっとで左耳もおしまいにしようかな。もう少し我慢してね。かなり綺麗になったな。ではでは、最後の仕上げに。お疲れ様。満足した？そうか、よかった。それじゃあリフレッシュもできたし、家に帰ろうか。それじゃあ帰ろうか。意外と結構時間費やしちゃったね。ちょっとした散歩のつもりだったんだけど、でも充実してたな。こういうのもたまにはいいものね。眠い？そりゃそうよ。試験に向けてテスト勉強もいいけど、やっぱり自分の体はいたわらないと。帰ったら思う存分寝て、明日また元気になったら頑張ればいい。